寒いなぁ今日。初見ではない。バレてるバレてる。はい、ワード2。配信がポアされた。そうそうそう。配信がポアされた。カレー食おうかな。カレーかラーメンどっちがいいかな。リスワン1位はほぼ確定。いやーどうだろう、ジャガイモ王子結構頑張ってんじゃないの。なんかジャガイモ王子すごい人集めてない今。ほぼ確定なの。今放送中でしょうかね。さすがにまだ放送してるんだったらどうなんだろうね。まだわかんないんじゃない。ラーメン毎日のように食ってるね。がっつりカレー行く。ターリー屋行く。ターリー屋、カレー屋さん行こうか。カレー屋さんどう行けばいいんだ。カレー屋行こう。うん、カレー屋行きます。昨日ラーメンだったっけ俺。あ、そうだ、昨日ラーメン大賞券食った。酔っ払って覚えてなかった。うん、そうだそうだ、忘れてたわ。タリア行こう。すげえ空き缶の量だな。すごいな。何やってんだ。なんだよ。あ、なんか文句あんのかよ。ん、ホームレス、ホームレス。幡ヶ谷食堂、幡ヶ谷食堂ってうまいの。なんなんだよな。腹立つわ。ん？なんかグダ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 言ってたから、なんか文句あんのかやつって。新宿からだと近い？幡ヶ谷食堂？どの辺にあるんだろう。うん、寒いな今日。修羅界に落ちたかとか。はい、ワード2、ゴルゴいらっしゃい。ジャガイモ王子のところから人引っ張ってきましょうか。じゃあ、京さんお願いします。そんなことできるの。そんなことできるの。それはぜひやってみ、あの、本当にできるんだったらやってもらいたいんだけど。やってやって、ぜひ。どういう作戦なのそれは。南スーダンに、9億円支援決まったらしい。しょうもないことに使うにはアフリカまずい人救った方がいいと思う。ほうほうほう。それね、日本国政府の税金が、9億円使われるってこと。ほうほうほう。うん、OJT だっけ、なんだっけ。 OJT じゃなくて、なんて言うんだっけ、そういうの。9億な、6億9、おお、なんて言うんだっけそういうの。 OJT じゃなくて、ジャガイモ王子の守護霊公認。ジャガイモ王子でも結構頑張るね今日ね。
結構頑張ってるじゃん。ギリギリ僅差じゃないの？どんな感じ今？結構競ってる感じじゃないのかな。どうなんだろう、見てみるか。結構競ってるんだ。 PKO 国連平和維持活動いいじゃん。じゃあ全然ありだと思うよ。結構高画質でしょ。それこれでも出力かなり下げてるんだけど、画質かなり落としてるのね。もっと高画質出せるんだけど回線が間に合わないから、生放送ってそのバランスのいい画質をどう届けるかなんですよ。回線の太さを確保しながら難しいんだよね。あれどこら辺だったっけな。ターリーヤあれターリーヤ向こうか。消えてた。約200か。あー微妙微妙。ちょっとジャガイモ王子は苦しいなって感じするだろうな。いやーあのね、あの結局蹴落とし合いなんだよ。辛いよ。要は一番取るっていうことは誰かを蹴落とすっていう作業だから。でジャガイモ王子は多分死ぬほど欲しい1万円だと思うんだけど、だけどねここでね甘やかしたらねダメですよ。俺も散々3年間蹴落とされてさ、竹乱とかでさダメになってたりさしてきたわけだよ。うん、だからねここはねやっぱプロとしてね実力をねパッと見せないとダメなんだよ。うん、2021800多分ね、ジャガイモ王子はもう新規取り尽くしちゃったから、同じネタやっても引っ張れないよ。俺のリスナーとジャガイモ王子のリスナー引っ張ってるから、俺は多分ね、まあ普通ぐらいだと思うの。1日分回したら多分5000人ぐらい行くから、まあ今日ちょっと調子悪いな、みたいな。そういうノリだと思うよ。なにこれめっちゃうまそう、スタミナ丼。あれ、ターリーヤどこだっけな。ジャガイモに負けないで、もちろん勝つつもりで毎日やってるよ。これで飯食ってるわけだからさ、頑張ります。シュプリームさんありがとうございます。いたかジャガイモ王子今見てきた。200か。この200をどう埋めるかがセンスだよね。うん、だってもう2人とも泥沼にやり合うつもりでしょ。俺は譲る気ないっすよ。俺だって食ってきたいんだから、これで意地があるんだから。アンチなんだ。あ、そうだったんだ。うん、よし飯食います。僕は初見さんいらっしゃい。ちょっとご飯タイムしていい？ご飯タイム行きま。次です。今日のカレーって何ですか？はい、バターチキンで。はい、インドカレー定食でよろしいですか？インドカレーで、はい、なんで？なんで、はい、お願いします。はい、ありがとうございます、はい。
お、リスワン狙って飯配信ってやる気ないですよ。全然取れるんですけど余裕なんですけど全然余裕っす、余裕っす。どうもどうも、一流配信者さん、どうも。勉強させてもらってます、いつも。じゃがいもからいらっしゃい。やってみろよ、やってみろよ。全然引退かけようか、うん、やってみて、やってみて。ジャイモはテロップでワドを引退させるってアホでしょ。ジャガイモって頭悪いよね。自分の、俺のリスナーはジャガイモに取られるけど、自分の枠で宣伝してるだけだから。はい、どうもです。はい、どうぞ。いただきます。何おかわりください。はい、1枚でですか。あ、じゃあ2枚で。2枚で、はい、はい、何のおかわり2枚。あ、1枚半で。何のおかわり 1.5 お願いします。9番さん、
まい。出来たてでもちもちしてる部分とカリカリしてる部分が2つあるのよ。焼く人によって全然違う。うまい。バターチキンカレーですね。チーズナンうまいよね。これはでもナンおかわり自由だから、ナン食べるか。カレーはなんだよ。ナンおかわり自由で730円で、バターチキンは100円増しだから830円になる。土下座でしょ。こっちは引退かけてんだよ。1位取れなかったら土下座、和道さんすいませんでしたでしょ。こっちは引退かけてんだよ。配信者の引退ってね、一番重たいからね。俺これで生活してんだから。あ、ありがとうございます。セットランス、ありがとうございます。ありがとうございます。負けないよ。はい、何来ました。1枚半。嘘、負けそうなの。相手閲覧どれくらいの、アクティブどれくらいの。関さんと一回あれだな、コラボしてみたいな。憧れの配信者なんだ。一回も絡めてないからな。うまい。有名になったら絡んでみたいですね一回。慎吾さんずっと見てたから、ニコ生時代から。もっと有名になったからだよね、やっぱ迷惑かけちゃうから。176だった。あと10分待っててみ。閲覧200超えるから、あと10分後予言通りになるから、閲覧200超えるから。まあ焦らないでいきましょう。ありがとうございます、やるもんさん。影に負けてるよ。負けてんの今。負けてんの。嘘。はい、負けてないと思うんだよな。負けてる？あ、本当は抜かれた。
当だ。あ、逆転されたんだ。やば。やっぱ、うん、閲覧負けてる。やべえな、このまま行ったら負けんな。やばいな、え、何差なの？何個差があるの？100ぐらい差があるの？まあ俺いつでも取れるしな、ぶっちゃけると。引き上げるといつでも取れるしな。23か、練習あと飯うめえな。損して縁切るわ。損して縁切ります。バーガーありがとう。嘘、負けないっすよ。
宮部さん、うん、職員さん、どうもどうも、よろしくお願いします。イベント、あ、キックボクシングの宮部さんですよね。宮部さん、宮部さんどうぞ。どうもどうも。宝石ありがとうございます。よろしくお願いします。やっぱ死んだんだ、生の喜びをさ。お会計どうしますか。なんすか、なんて言ってます。よし、ごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。ありがとうございました。はい。はい。はい。1000円からでいいですか。はい。お願いします。こちらの方170円お返しでーす。はい。どうも。ごちそうさまでーす。ありがとうございました。うん、まかったわー。何気に今日のあれか、今日一番飯かな。ねえ、今日食ってないでしょ。あ、食ったわ、食った食った、サンドイッチ食ったんだ。あのね、これだけ言っといてあげるよ。配信者ってリスワンは特にそうなんだけど、あのね、撮る運命のやつが撮るんだよ。どんなに悪あがきしてもダメ。あの、実力のある人は取るんです。あの、ぶっちゃけな話、あの、余裕です。何の不安もない、俺は正直、うん、正直ぶっちゃけどっちが取ると思ってんの。みんなはどっちが取ると思ってんの。ジャガイモ王子とワド、どっちが勝つと思ってる。負けないと思うよ多分。俺だってさ、3年8ヶ月やってるわけだよ、うん、今だけでしょ。絶対そうだと思うよ。いや、俺でしょどう考えても。のっこさんありがとう、ハート10個ありがとうございます、うん、絶対うまくいかないから。だってちょろっと見たけど盛り上がってないもん全然。初見さんいらっしゃい。じゃあ分かったよ、見てみるよ。勢いがっていうのは、慎吾さんがそこまで言うなら確認するよ。いや、二重差でしょ。アクティブ俺の方が勝ってんでしょ。余裕でしょ。俺が164で 206? え、206もあんの。え、マジで言ってんの。あれやばくない。あれ、閲覧トータル累計どれくらいあんの向こう。え、やばくない。え、なんでそんな閲覧伸びてんの急に、うん、やば。え、やばいんだけど、マジで負けてるよ、やべえよ。どうします、影の軍団さん。安定の165だね。はい、ワード2、中ちゃんいらっしゃい。
向こうは泣きゲーめっちゃ頑張ってるじゃん、超可愛いんだけど。で今度泣き始めたの、めっちゃ可愛いじゃん今日はジャガイモ王子かもしれない。いやいやいや、任せて任せて、全然余裕だから、全然余裕、人脈の広さを使えば余裕だけどね。あんまりね、そのリスワン取りたいから盛り上げてよみたいなのってね、あんま面白くないんだよね。みんなねピンで取れるから、うん、おいカトラヌいらっしゃい。うん、まあまあでも流れはね、向こうにあるのは確かだからいいんじゃない流れは向こうが確実に持ってるからね。俺リスワン取るよりぶっちゃけ関さんがコメント打ってくれてる方が嬉しいんだけど正直言っていい？リスワンね1位取るよりね、関さんがコメント打ってくれてる方が地味に嬉しいっすよ。だってねえ、リスワンなんか毎月絶対取れるけど、関さんがコメント打ってもらえたのと俺3年8ヶ月かかって初めてだからねこういうお互い名前だけマスクてる、こういう戦い方もあるな。でも本当は良くないんですよ。本当は俺上手い方は金梅さんの名前出したりとかするんですけど、なんかあんまり人の名前使ってやるの好きじゃないんで、まあ自分らしくマイペースにやります。なんか向こうはね、多分ね、闘志むき出して絶対勝ってやるって感じだろうけど、そういう配信って嫌われるんでね、先が長くないんで、僕は次の面白いことやりましょう。歌舞伎町行こうぜ。いや、警察だって刑務所じゃない、警察署近いから。うん、コメント嬉しいよ。やっぱさ、絡んだことのない大手の人ってさ、少なくなってきたじゃん。で関さん実はオファーかけたことあるんだけど、俺が実力足りなかったりとかしたり、関さんの都合が合わなかったりとか、そう仲介してくれたリスナーさんとかいるんだけど、やっぱ実現できなかったんだよコラボ。だからもっと力つけてさ、関さんが和道と一回絡んでみたいってね言ってもらえるようになったら、同い年でさ、石川の龍樹とか関慎吾さんとか野田造理とかさ、やっぱ活躍してる人いっぱいいるからさ。え、嘘？なんか関さんのなんか側近みたいな名乗るリスナーさんがいて関慎吾のニコ生時代ですよ、もう2年ぐらい前なんだけど、なんか俺は関慎吾の側近だみたいななんか DM が来て、お前慎吾さんと絡みてえのかみたいな感じで、俺が言ったら慎吾さん絶対動いてくれっからみたいな感じで、ああぜひぜひって言ったら、なんかお前みたいな雑魚を慎吾さんは相手にしないそうだ、残念だったなとか言って何それとか思ってまあね、5000人込みぐらいじゃねえしょうがないなと思って。嘘、知らなかったのなんで俺ただアンチに振り回されただけじゃん。和道さん大人だな、その考え方好きだな。いやだってさ、みんな頑張ってるんだもん、みんな1位取りたいに決まってるじゃん。でさ、本当に面白いやつが取るんだよ、本当に毎日毎日頑張ってるやつが取るんだよ。でもちろん波とか運とかあるとかあると思うよ、流れとか。だけどそういうのに振り回されないで、本質的な配信、面白い配信で本質的なことをやってる配信者が伸びるんだよ。それはさ、長い目で見たら結果が出てるわけじゃん。俺はそうだと思うよ正直、うん、あ、初見さんありがとう。ワドさんのこと好きになりました、ありがとう。もしよかったらフォローしてください、よろしくお願いします。ネット総書が応援コラボしてる、いいんじゃん、もう縁切るわ、うん、縁切ります。総書は絶縁です、うん、俺は関さんの愛人だよとか言ってまあね、かっこいいよね、同い年でさ、こんだけ活躍してて。関社長いるじゃん、今日は1位目指しましょう。いやでもね、あれですよ、関社長とはいつか一緒にお話してみたいですね。うん、やっぱ同い年って言っても俺は後輩だから、もうキャリアがさ何年も上なわけだから。あ、クズはクズだと思いますよ
いや、クズはクズだと思いますけど、はい、いや、みんなクズですから。僕はなんか実は関さんの YouTube もずっと大好きだったし、ずっと見てたし、うん、好きですよ。クズはクズでしょ僕はクズですからって言って、みんな当たり前だろバカってお前自分のことクズって言うて当たり前だわって、みんな知ってるわって思ってそれは褒め言葉。いや、だってさ、普通の人とか、普通の人なんか見ても面白くないじゃん。だけど許せるクズとか愛されるクズにならないといけないんだよ。クズなんだけど可愛いとか愛されるっていう、それを持ってるんだよ慎吾さんは。だからそのなんかチャーミングだけど、そう、人間らしいとも言えるよね。人間力が高いんだよ。はい、歌舞伎町、歌舞伎町じゃないね、新宿でいいっす。そう、普通の人を見たくないじゃん。個性があるとも言えるけど、うん、すごい人だと思うよ。インターネットでこれだけ人集められるわけだからだいぶ変わった。こっから歌舞伎町とかだね。要は新宿西口っていうエリアがここなんですよ。新宿西口ね。で、ここのオーガードっていうのを通ると歌舞伎町です。あ、じゃあ歌舞伎町開始にします、関さんのアドバイスで。いや、まあ命は保証しないですけど。いやいや、歌舞伎町そんな、なんだてめえこの野郎、なんだ、あ、てめえとはなんだこの野郎、てめえとおめえが因縁吹っかけてる、てめえが、なんだ因縁、なんだよこの野郎、てめえが、なんだ、あ、なんだこっち来いじゃねえよこの野郎、ああこの野郎、おめえが今ぶつかったんだろうが、てめえで謝れよこの野郎、なんだこの野郎、おめえがぶつかったんだろ、その前のが待てよ、あ、なんだよこの野郎、なんだこの野郎と、なんだてめえがぶつかったんだろうこの野郎、なんだてめえとはこの野郎、おめえが文句言ってきたんじゃねえのかよ、何、裏来いじゃねえ、早く来いこの野郎、なんだてめえこの野郎、なんだ、ああ、てめえぶつかってどうすんだよ、ママ持ってあげてかんな、ふざけんじゃねえよ、てめえだってまっすぐ歩いてきて、お前分かってんだろうがよ、何分かってんだよ、ああ、ちょっと顔貸せや、お顔貸すっつってんだから、やっても、ああこの野郎、暴力だねえよ、もういいよ、話があるんだったら話するよ、なんだてめえ、話すんならいいけど、まあいいよいいよ、だから話すから、だからな、こんなの持って歩くんじゃねえ、女の持ってんじゃねえ、てめえまっすぐぶつかってきたんじゃねえのかっつってんだよ、てめえがもうぶつかってきた、全部録画残ってっかんな、この野郎、やれよ、ああこの野郎、やれよ、やれよじゃねえよ、この野郎、謝れっつってんだよ、てめえこの野郎って何、謝れっつってんだよ、この野郎、いやいや、ちょっと、ああ、じじい、この野郎、態度でけえな、この野郎、両方悪いから、両方悪いじゃねえよ、犬かけてきてるの、このじいなんだからよ、あてめえ、この野郎、なんなんだ、てめえ、おめえがぶつかってきたんじゃねえのかっつってんだよ、この野郎、それでおめえ、管巻いてんじゃねえよ、ああ、なんだ、この野郎、すごい管巻いてるよ、おめえが管巻いてんじゃねえかよ、ぶつかってきてよ、あてめえ、謝る、この野郎、俺ねえぞ、この野郎、ふざけんじゃねえよ、てめえがぶつかってきたんだろ、まっすぐ歩いてきてんだろ、お互いに謝んないんだ、謝んないんだったらじゃねえよ、文句あって裏こいつったのこいつだからな、てめえ裏こいつったよな、来てんじゃねえよ、裏来てんだろ、何が来てんだよ、ああ行ってみろよこの野郎、おい、あ、なんだこの野郎、何、あ、なんだこの野郎、よっしゃがいいって言うんだ、ああ、ごめん、入って悪いな、いや、違う、これはごめんな、もうね、ごめんなじゃねえよ、てめえ文句言ってんだろ、裏こいつってんだろ、じゃあお前よ、お前よ、あ、なんだよ、なんだよ、この日これでも何でもやってる、あ、何、何、なんだよ、そんなこと言うならよ、あ、なんだよ、関係ねえんだよ、関係ねえんだよって関係ないよ、全然、なに、殺しが何、こんなのやんなら殺し合いでも何でもやれんだよ、なに、氷菓子、氷菓子、殺し合いでも何でもいい、決闘罪、何もできねえんだろ、何にもできねえんだろ、あおってんの、何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 、殺し合いをしろっつってんの、それ犯罪だよ、だから殺し合いだろ、いや、できないんだから言わせますんだよ、何が、いいから、殺し合い、あ、ごめんな、あ、いいよいいよ、謝んだろ、はいはい、謝んだろ、今、いや、分かった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 、あ、分かった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 、あ、分かった分かった、おっちゃんありがとうね、あ、ありがとう、うん、もう、わかっ謝ったら許すから謝るまでこねるから謝ったらもうシェイクハンドだからえ、早って思ってる
いや持ってるか持ってないかだよあ、これが歌舞伎町です。はい、あ金巻き上げてねえわタバコ吸おう、タバコいや、まあぶっちゃけぶつかって因縁ふっかけられた瞬間美味しいって思っちゃったよね今の演技、今演技っていうかだからその場の応用力だよねこれがアンテナ力です。まあでもぶつかってきたのは事実だからね。だからごめんって言ったら別に、あ、すみませんで終わる話だから2回目だね。しかも2回ともホームレスに絡まれるっていうね。今日ホームレスデーだね。何なんだろうね。全然ああウケるわ。トマホークとか言った前世の因縁かな。なんかホームレスに縁が深いんだ。いや全然そういうの浅井さん関係ない。全然気強いんだよみんな、気強いの。だから折れないから。いやいや絶対ボール狂わない。ただ面白いな、殺し合いしてみろよって言われたからさすがに隣のおじさんが切れた時吹いたんだけど、お前殺し合いできんのかよっつって笑いそうになって殺し合いですかみたいな。よかったよね、隣のおじさんめっちゃいい人でさ、なんかずっとさ、バンバンバンって言ってたのにさ、急になんかバチ切れ始めて、そしたら逆、なんか怒ってた方がさ急にさ、まあまあみたいになって、いやめちゃくちゃだよ、めちゃくちゃ神々の殺し合いだったから最初何言ってんだろうと思って、殺し屋と思って、氷菓子みたいな。いやコントだったよね、なかなかだったよね、なかなかでしょ。どこが弱い者いじめなんだろう。いやびっくりするよ。ただもうごめんねって言った、俺も悪かったっつってシェイクハンドしたから、仲良しだから。さっきのお茶にじゃあ差し入れするやっぱりここは日本酒買って謝り行く。やっぱ日本酒買っておっちゃんごめんなっつって謝りに行った方がいいかな。これ1万円入るわけだし、ここで男見せなかったらダサいもんね。じゃあ今から多分そこに住んでるおっちゃんだから酒買ってごめんねって言うわどうでもいい。じゃあ買いますか。配信魂感じる。くだらないけど楽しそうだよね。じゃあ酒買おう。またぶつかって同じことになったら面白いよね今度飲んでて同じことになったら面白いよね。いやいや、バイキンとかそういうのは良くないでしょ。日本酒あげますか。じゃあやっぱねぶつかってシェイクハンドしたけどね。梅酒にする。いやテロップ書かないよ別に。テロップ書かないよ。じゃあコンビニで酒買おう。あ、オッケーオッケー。よさこいの偽物いいのね。マキルさんバーガーありがとう。いや良い人いっぱいいるよ。気強いからホームレスになってんだよ、うん、俺もホームレスだし元ね。おじいさんの居場所分かるの。分かるよ。だってこの辺のホームレスずっと取材してたんだもん。分かる。
タバコよりやっぱ酒でしょ。謝りに行こうぜ、さっき悪かったなっつって。おっちさんのおかげで1万入るんだからさ、みんなに配らないとダメでしょ。ハッピーはそれがヒューマンドラマだよね。よっさんくんの、まあ、ちょっとちょっとないわ、マジで言ってんの、マジで言ってんの、マジで言ってんの。出た、モンスター来たよ、モンスター来たよ。昨日勝てたのにね、絶対ね。いやー来たな、強えの来たな、強えの来たな。いやーまあでも、じゃがいもの手前あるから俺も挑戦するわ。うん。じゃがいもに悪いからさ、ここで俺が折れたらさ、じゃがいもに申し訳ねえよ。うん。ねえ、俺が諦めたらダメっしょ。奇跡起こそう、奇跡を。とりあえず酒買うわ。3分で800人マジかよ、すげえな。いやいや、マイペースに行くよ、頑張るけどね、配信は切らないよ、うん、今見て応援してくれてる人いっぱいいるわけだから。本州どこだ、本州あれ、日本酒どこだ。ワンカップ、ワンカップ買うか、これがいいっつだもんね。どうだろうね、試合はね。俺飲まない。優しいとかじゃないけど別に、うん、おーい、おーい、はい、おーい、レシートいらないです、ありがとうございます。おっちゃんのところ戻ります。相手が間抜けすぎる、不正字だと和道さんの名前書いてる、入れてる。あー分かってないんだろうね、多分ノウハウが。慎吾さんはこれ意味分かってるんだけど、相手が俺の宣伝してるから相手が不利になること分かってないっていうね、そういうことだよ。そうバカだよね。まあでもね、そういうテクニカルな配信のポンプのやり取りとか伝書バトンの飛ばし方って結構高度な技術じゃないですか。いや、わかんないんだと思うよ。ちょっとかわいそうだけど。でもまあライバル変わったかんな、俺。ライバルよっさんだかんな。あと1時間半、あの帝王と殴り合いしないといけないんだよ。超きついよ。
ね、まあまあ持ってるか持ってないかね、普段の行いだから、これは普段の行いだから。うん、まあヨッサンが積み重ねてきたものに勝てるかどうかですよ。俺の1日とヨッサンの90分はどっちが強えかって話でしょ。まあどうなるかは分かんないけどね、正直。あれ、さっきのおっちゃんいねえな。あれ、さっきのおっちゃん、こんにちは。すいません、ちょっといいですか、話しかけて。あのさっきそこで怒鳴り合いしてたんですけど、あのその人たちどこにいるか知ってます？わかんないですか？この辺に住んでる人じゃないですかね。しまいます。あ、そっか、知り合いじゃない。おっちゃん酒飲みます？おっちゃんお酒飲む？飲む？買ってきたんだけど、お酒飲む？うん、あげる。うん、ごめんね、ありがとうね、おっちゃん、話しかけてごめんね。うん、知らないおっちゃんにあげたわいなくなっちゃったからそこの知らないおっちゃんにいなくなっちゃったよ、ごめん、うん、いなくなっちゃったどっか行っちゃって、なんか知り合いの人じゃないって言ってたから、お酒飲むって言ってたから、まあしょうがないね、うん、あ、いえいえ、うん、うん、の飲んじゃっていいんで、しょうねえや、歌舞伎町行こう、歌舞伎町行きます。なんだよだっていなくなってたんだしょうがないな仕方ない仕方ない、いろんなことが起きるからおっちゃんラッキーだよねおっちゃん酒飲むっつった、うん、飲むっつってあげるって言ってありがとうって言ってまあまあまあ、それがね巡り合いですからそれが巡り合いですからラッキーだよタナボタだよね全く関係ないからね、あのおっちゃん。いや、新宿は面白いよ。ただでハゲただけだったな。おっちゃん甘やかしすぎかな。俺おっちゃん好きなんだよね、結構。歌舞伎町行く？ボランティアとは違うんだ。もう別に慈善活動をするつもりもないし一応聞いて話しかけて、おっちゃん知り合いいないって言って、知らんっつってたから、じゃあおっちゃんにあげる。もや行ったことあるよ。もや電話したのかな、行ったことはないけど電話した、あの生活保護を受けるときに。新規リスナー来ないと、なんで本気でやるならタイトルサムネ変えた方が。うん、さっき慎吾さんが言った歌舞伎町の看板のところでやろうと思うよ。デンジャーゾーン攻める？いや、歌舞伎町結構ガチで危ないの知ってるからさ、あんまり攻めた配信とかはできないよ。リスワンファイト、よっさんと殴り合いだ、怖えもんな。勝てっかな。よっさんちなみにどんな感じなの？よっさんやる気はないでしょ？リスワンとか興味ないでしょ？どうなんだろう。昨日さ、春樹さんとのあれ、やり合いがあったと思うから、もしかしたら撮ろうかなと思ってるのかもしれないんだよね。命かけの配信？いや、昨日命かけてないじゃないですか昨日よっさんとさ、ガチガチやり合って超美味しいと思いましたもん。アクティブ稼げてて、嘘、爆笑で暴力受けたの？よく言うわ、命かけてねえじゃん関さん。
ゼロさんいらっしゃい。ダフンダじゃねえ、誰が志村けんだ。デブロコモコ丼食ってる、飯配信か。ゼロさん似てる。え、ちなみにさ、もう話題出なくなったけどさ、あのじゃがいもはどうしたの。じゃがいもは頑張ってんの一応。じゃがいも、じゃがいもの話題が出てこなくなったんだけど。じゃがいもどうした。一瞬で流れ変わったやぞ。じゃがいもは心折れた。どんな顔してんだろう。じゃがいもの顔超見て今。じゃがいもすげえ心折れてんだろうね。いや今喫煙所です、喫煙所、喫煙所、うん、その辺のマナーは守りますよ、カツオさん。どんな顔なんで暴露枠開いてんだ。まだ負けてんの、じゃがいもに。リスワンがまだなんだか分かってない。チャンスだな、チャンスだな。タイトルは今夜が山田。本屋が山田ってやつがジャガイモのバトル。ほーん。何の音楽なんだろうね。なんか山田電機のところで音楽がこうずっと流れてんだよ、街中に。山田電機のテレビですね。あ、山田じゃないのかこれ。なんだ。なんていうの、ラビって書いてあるね。ラビ。山田電機だよね。腹を満足に満たす行為中。すごいよね、飯配信で1000人以上稼げるって天才だと思うよ。飯食ってるだけで1000人集めちゃうんだもん。アクティブ化け物でしょ。ヤマ電機か、卑猥な街とか言うなよ。日本一の歓楽街だぞ。この服かっこいいでしょ。今日は練習したしたよ。うん、YouTube に動画載せるから。歌舞伎町、歌舞伎町。まだ歌舞伎町入ってないけどね。じゃあ一回タイトル取り直しますか。関慎吾さんのアドバイスを忠実に、忠実に守ろう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。